ト AF。 こんにちは、リクトです。 NBA の動画を作り始めてから結構ね、サラリーキャップについての動画作ってくださいっていうコメントをいただくんですよ。で、正直避けてました。あまりにも奥が深くて細かいルールも山ほどあるし、状況によってはそのルールも変わるし、とにかくややこしいんですよ。今回はその細かいルールは置いといて、いずれはそういう動画も作りたいと思ってますが、今回の動画ではサラリーキャップのこと何にも知らないっていう人でも分かるように説明していきたいと思います。さすがに動画1本では言い切れないトピックなんで、今回この動画に対しての皆さんの感想やフィードバックによっては、いくつかの動画に分けるシリーズにしていきたいと思います。一応これはパート1ってことにしておきますね。じゃあまずサラリーキャップって何なのか、毎年オフシーズンが始まる前に NBA チームは来年はこれだけのお金を選手の契約に使ってええでって言われるんです。そのここまで使っていいっていう金額がサラリーキャップです。で、これはめっちゃ強いウォリアーズだろうが、めっちゃ金持ちなニックスだろうが、毎年ニックスと同じぐらい弱いキングスだろうが、どのチームもこのお金の量は同じです。サラリーキャップの目的は、なるべく同じぐらいの強さのチームが存在するリーグを保つことです。小さいマーケットのチームでも、でかくて金持ちなチームと同じぐらい活躍できるような環境を作ってるわけです。毎年このサラリーキャップっていうのは変わるんですけど、今年は 101.9 ミリオンドル、日本円で言うと約115億円ですね。どのチームも 101.9 ミリオンドルしか選手の契約に使ってはいけない。 101.9 ミリオン、細かいな。この数字は一体どういう風に決めてるのか。これはそのシーズンの NBA の利益を予測して、チケット、テレビ、スポンサーシップ、グッズ、いろんなところから来る利益のだいたい半分ぐらい、 45% ぐらいが全チームのサラリーキャップの合計になるわけです。 NBA は今めっちゃ熱いリーグなんで、基本的に毎年利益は増えてるんです。ってことは同じようにサラリーキャップも増え、選手の年俸も増えるってことですね。今年 NBA で契約年俸が一番高い選手って言ったら、そう、ステフ・カリー37ミリオンもらってるんですけど、つい最近3年前でも一番高い年俸がコービー・ブライアントの25ミリオンだったんです。わずか3年間でこれだけ上がったんですよ。で、こんなんね、比べてもしょうがないんですけど、神様のマイケル・ジョーダンがプレーしてた時、例えばじゃあ95年96年のシーズンなんて、ジョーダンの年俸いくらやったと思います？4ミリオンいってなかったんです。今のお金の価値と違うとはいえ、インフレーションってなんていうんやろ、それを計算に入れても今の NBA の平均年俸より低いって前の時代の選手が怒るのも分かりますよね。ちなみにサラリーキャップの逆で、最低これだけ選手の契約に使わないといけないっていう金額、サラリーキャップフロアは今シーズン 91.6 ミリオンドルで、もしチームが使ったお金がそれより少なかったら、残ったお金を選手に払わないといけないんです。このサラリーキャップフロアは NBA ではようあるんですけど、テンキングって言うて、次のシーズンのドラフトで高い指名権を得るために、わざと弱いチームを作るという行為をなるべく防ぐためにあるんです。はい。で、基本的にね、他のスポーツでもそうなんですけど、選手が上手ければ上手いほど契約っていうのは年数も年俸自身も高いわけです。チームを組み立てる側、 GM っていうポジションの人が契約に関する判断をするんですけど、 GM はそのシーズンだけのことを考えてるんではなく、来年再来年のことはもちろん、5年後、6年後、10年後のことを考えてチームを作ってるんです。どういう風にしたらサラリーキャップを超えずに上手い選手をなるべく手頃な年俸で獲得できるかなって考えてるわけですよ。動画の初めから言うてるように、サラリーキャップを越すことは禁じられてます。シンプルに言うと、まあ、あくまでも例えですが、ゴールデンステートウォリアーズが今シーズン始まる前にちょうど 101.9 ミリオンドル選手に使ってたとしましょう。これはあくまでも例えです。これも完全に例えですけど、デマーカス・カズンズっていうオールスター選手がフリーエージェントだったとして、カズンズのあだ名ブギーなんで、ブギーって呼びましょうか。ウォリアーズはそのブギーをサインしたいと思ったとしましょう。ただの例えですよ。すでに 101.9 ミリオン使ってるウォリアーズはもう諦めるしかないのか。ラッキーなことに諦めなくてもいいんです。 NBA はソフトキャップリーグって言うて、一応サラリーキャップはあるけど、それ以上行ってもいい特別なシナリオもあるんです。せやな、特別な契約の種類
類って言った方が分かりやすいかもしれません。まずはラリーバードエクセプション、もしサインしたい選手が過去の3シーズンその同じサインしたがってるチームでプレーしてたら契約は成立します。もし3年前からブギーがウォリアーズでプレーしてたら、たとえサラリーキャップを越してたとしてもウォリアーズはブギーに契約のオファーができるってことです。残念ながらこの場合ブギーはウォリアーズでプレーしてなかったので、この特別なラリーバードエクセプションは使えません。ちなみに例えの世界から現実に戻りますが、ホンマのウォリアーズはこのラリーバードエクセプションを使ってカリーやクレイやドレーモン、そして来年は KD も4年目になるのでサインすることができたんです。このルールの由来なんですけど、もともとラリーバードっていう80年代でスーパースターやった選手がドラフトされた時から所属してたボストンセルティックスに残れるように、ほんまやったらサラリーキャップを越してしまう状況でバードはセルティックスに残れないはずやったんですけど、 NBA がその時にいやバードにはセルティックス以外でプレーしてほしくないって言ったのがきっかけで作られたルールです。なるべく選手、特にスター選手の移籍を減らすために作ったルールですね。ファンとしては自分が応援してるチームのスター選手には長くいてほしいから、その気持ちを優先して NBA はこのルールを作りました。2つ目のサラリーキャップを越しても使うのが許される契約の種類はミニマムサラリーエクセプションです。 NBA プレイヤーとして最低もらうことができる年俸のことです。このミニマム年俸っていうのは NBA で現役の年数が長ければ長いほど高くなります。言うてもミニマムなんで、10年以上プレーしてる大ベテランでも 2.4 ミリオンしかもらえない。まあ NBA 単位で言うとめっちゃ少ないですね。さっきの例えに戻るんですけど、怪我をしてるとはいえオールスターのブギーにとってはこの契約はさすがに低すぎて、このミニマムサラリーエクセプションは使えないでしょう。ちなみにホンマのウォリアーズの今年や去年の年俸リストを見てみると、ラリーバードエクセプション以外の契約の種類はほとんどミニマム年俸ばかりです。メインの選手はバードエクセプションを使ってキープして、サラリーキャップを越したらあとはミニマム年俸でもいいからウォリアーズでプレーしたいっていう選手を獲得してるのが分かりますよね。あとはね、新人用のルーキーコントラクトや渡辺選手がサインした 2way コントラクトもサラリーキャップを越しても使っていい特別な契約の種類の中に入ります。あと特別なルールといえば、すいません、ちょっと勘違いしてまして、ブギーがウォリアーズにほんまに行ったっていう、てっきり冗談やと思ってたんです。さすがにこんなブギーみたいなオールスターが過去の4年間で3回優勝してるウォリアーズにこういうありえないことがないようにサラリーキャップっていうのが作られたんで、実際に起こってるって知ってちょっと今びっくりしております。動揺しております。はい、はい、落ち着いたところで改めて先ほどの2つの例えと同じように、サラリーキャップを越しても使える特別な契約の種類の中にはミッドレベルエクセプションっていうのもあります。基本的には役割をしっかりと果たすロールプレイヤー、スターではないけど頼れる選手に使う契約ですね。どのチームも毎年ミッドレベルエクセプションは使ってええでって言われて、このお金は1人の選手に全部使ってもいいし、複数の選手をサインするためにお金を分けてもいいんです。今年のミッドレベルエクセプションの金額は 8.6 ミリオンぐらいです。だからウォリアーズはサラリーキャップを越してるけど、ブギーに 8.6 ミリオンオファーできたし、 8.6 ミリオンを割って選手 A には2ミリオン、選手 B には3ミリオン、選手 C には 3.6 ミリオンっていうこともできたわけです。いやでもちょっと待ってくれと、ブギーの契約見たら 5.3 ミリオンしかもらってないやんけ。分けて他の選手にもミッドレベルエクセプションを使ってるわけでもないし、どういうことやと。こっからがちょっとややこしいので、ブギーのことは一瞬忘れてください。 NBA にはサラリーキャップ以外にももう一つ本当に越してはいけないタックスラインっていうのがあるんです。今年はこのタックスラインが 123.7 ミリオンで、これを越すと NBA ファンなら聞いたことあると思うんですけど、ラグジュアリータックスという税金を払わないといけないことになるんです。この税金はいわゆる罰金ですね。しかも越せば越すほど税金、罰金が高くなるんです。そしてリピータータックスって言って、過去の4シーズンの間に3年間ラグジュアリータックスを払わないといけなかったチームっていうのは、もしその年、5年目ですね、5年目もまたタックスラインを超えてラグジュアリータックスを払わないといけないことになった場合、その税金、罰金が恐ろしいレベルに増えるんです。基本的にはいくら NBA チームのオーナーが金持ちとはいえ、ラグジュアリータックス、そして特にリピータータックスっていうのはオーナーはなるべく避けたいわけです。もちろんウォリアーズみたいに毎年買ってて、しかも来年
からはチェイスセンターっていう新しい会場でプレーすることによって利益がぐんと増えるチームにとってはこの税金は払う価値があるという見方もあります。実際にウォリアーズのオーナージョー・レイカップもこの選手たちで勝てるならこれからも税金を払うって言ってました。結局利益が増えるならこの恐ろしい量のラグジュアリータックスやリピータータックスは払う価値があるってことですね。だから来年もステップ、クレイ、ドレーモン、KD、メインの連中が全員残ってウォリアーズはアホみたいな量の税金を払うっていうこともありえなくはないってことです。で、ラグジュアリータックスも最初に言ったサラリーキャップの目的と同じで金持ちのチームに必要以上の金を使わせないために作られた税金ですね。小さいマーケットのお金をそこまで持ってないチームがなるべく金持ちなウォリアーズみたいなチームと比べて不利にならないように普通になってますけどね。じゃあ今まで説明したサラリーキャップとタックスラインとラグジュアリータックスとリピータータックスを例えるとすると、日本とかに行った時におかんがようスーパーに行って、おー今日はなんかジャガイモの詰め放題の日やーとかって言って喜んでるわけですよ。こういうなんかプラスチックの袋を渡されると。で、その中に詰めれるだけジャガイモを入れていいっていうルールなんですね。おかんはもう張り切ってるわけですよ。普通の人やったらもうある程度ジャガイモ入ったら、まあこれぐらいでいいかなって終わるわけです。ジャガイモがお金だとして、普通の人の袋がサラリーキャップだとしましょう。まあうちのおかんはパワフルなんで、サラリーキャップで止まってたまるかって言って、袋がもう破けそうになるまで、パンパンになるまで、ジャガイモを入れるわけですよ。パンパンになった袋が、まあ、タックスラインですね。さっき言うたと思うんですけど、サラリーキャップはエクセプションとか使って、越しても罰金にならない。タックスラインまではセーフなんです。パンパンになってるジャガイモもセーフですね。ところが、入れすぎたとしましょう。袋が破けて、ジャガイモボロボロって落ちるわけじゃないですか。えらいことになってしもた。ジャガイモも落ちてしまう。こんなことをしてしまったおかんも慌てる。恥をかいた気持ちが、まあ、ラグジュアリータックスですね。じゃあ、リピータータックスはどういうことなのか。次の週にまたジャガイモ詰め放題の日があったとして、おかんはまた張り切っていて、またそんな普通の人の量で止まってたまるかって言って、袋がパンパンになるまで詰めて、また破けた。今回の恥はもう、店の人も呆れて、他のおばちゃんたちにもこういう目で見られて、ああいう人嫌やわーっていう風に思われてしまう結果が、まあ、リピータータックスなんちゃうかね、この例えでは。今のでもまあ、ややこしいかもしれませんが、もっとこれからややこしくなります。タックスエプロンっていうのもありまして、タックスラインより6ミリオンドルぐらい高いって決まってるんで、今年は 129.8 ミリオンドルなんですけど、これを越すと、ラグジュアリータックス以外にも、いろいろなペナルティが出てくるんです。例えば、ブギーの話に戻ると、ウォリアーズはタックスエプロンを越したせいで、ミッドレベルエクセプションで使えるお金が 8.6 ミリオンから 5.3 ミリオンに減ってしまったわけです。さっきも言ったように、このミッドレベルエクセプションっていうのは、スター選手ではなく、ロールプレイヤーに使うことが多いんです。例えば、これまでの3年間は、ウォリアーズはショーン・リビングストンに使ってたんです。だから、ブギーがこのオファーを OK したとき、NBA 界の人たちはみんな混乱したわけです。こんなん、今までで起こったことがないから、ウォリアーズに起こったらいいのか、それともブギーに起こったらいいのか、それともそれを防ぐことができなかったサラリーキャップ、リーグに起こった方がいいのか、なんか訳がわからない気持ちになったんです。他にも、Room Mid-Level Exception、Bi-Annual Exception、Disabled Player Exception っていうのもあるし、ラリーバードエクセプションの中にも、アーリーバードやノンバードっていうのもあって、とにかく細かいルールは山ほどあるわ、聞いたこともないルールはできてるわ、もうややこしいので、今回はこの辺で勘弁しといてあります。もし今回の動画がためになっておもろかったなって思ってくれたら、また続編も作りたいと思います。はい、これからもバスケ、NBA の面白さをみんなで広げていきましょう。デハデハ、平和。